はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。今回はですね、カーズ3をプレイしていきたいと思います。で、僕の方では、まあ、この、チャンネルの方でカーズは、2作目になりますかね。前作は軽くプレイしているので、まあ、ご覧になられたことある方もいらっしゃるかもしれないんですけども、カーズ3はね、確か7月とかに発売されたゲームだったと思うんで、ちょっと時間が空いてしまったんですけども、皆さんご存知かもしれませんが、僕結構ディズニー系好きなんでね、今回はこのカーズをやっていきたいと思います。で、まあ、ちょっとね、皆さん含めて僕も久しぶりのプレイなんで、まあ、カップシリーズルーキーカップで、まあ、難易度簡単でどうでしょう。マクイーンでまずは軽く流してみますか。やっぱりね、ちょっとだけロケハンした感じだと、普通だと結構真剣に、で、難しいにすると勝てないですね。なんでちょっとおしゃべりしながら軽い気持ちでプレイしようとすると、やっぱり簡単にしておく必要があるかなっていうところですね。で、皆さんカーズは見たことありますかね。ちょっとね、いつも僕がやっているゲームだとちょっとアダルトな実況を入れることが多いんですけど、カーズだとお子さんも見るかもしれないなというところで、ちょっとね、アダルトな会話は少なめにしたいなというふうには思ってます。でね、カーズは映画は 1,2,3 ってね、一応全部見てきてますけどね、一番好きなのはやっぱり最近のカーズ3かな。カーズ3皆さん見ましたかね。ジャクソンストーンがね、いい具合に悪キャラなんですけど、このゲーム上のジャクソンストーンのね、感じがめちゃくちゃかっこいいですね。はっきり言ってマックイーンとかよりもね、かっこいい仕上がりになってますね。まああとこのね、カーズのいいところは結構はちゃめちゃなプレイができちゃうところとかね、結構面白いんですよね。まあ、僕とかはもう完全にガチガチのいわゆるマリカー世代なんですけど、マリカーとかはね、最近ちょっと遠ざかっちゃってるんですけど、カーズはさっき言ったようにね、バーン2とどっちだったかな、プレイしたのどっちかはね、プレイしてきてるんですよね。やっぱりね、カーズの面白いところっていうのはやっぱりディズニー作品っていうだけあって、ストーリーがね、なかなか泣けるというか、すごくいいんですよ、やっぱり。なんで、ね、ぜひぜひまだカーズ見てないよっていう方いらっしゃれば、カーズはね、おすすめですね。なんで、ゲームの中で一番好きなキャラはジャクソン・ストーンかな。見てるだけでクラクラしてきました。映画の中だとね、やっぱりどうしても主役のマックイーンが露出も多いですし、マックイーンが僕も好きなんですけど、このゲームの中だとね、ジャクソンストーン今度使っていこうかなと思うんですけど、とにかくね、かっこいいですね。あとはこのレース系のゲームだとやっぱり走りながら、ね、話す余裕が出てきたりすると周りの景色も見えたりしてすごくいいんですけど、さっき言ったように、難しいとかになるとまあ勝てない。で、普通の難易度でもね、ちょっとね、まだおしゃべりしてる余裕がちょっとないかなっていう感じなんですよね。そこはちょっとね、僕もこれからまだまだかなというところなんですけどね。というわけで、さすがにね、優しいだとこんな感じで軽くクリアできちゃいますね。でね、結構コースとかも多いんで、この後コースとかもね、いろいろプレイをしていきたいなと思うんですが、基本的にはカーズに関して言うと、そんなに長く一個一個の動画ができないかなと思いますんで、まあ、あまりアダルトな会話にならないような話をしながら、ドライバーがてらプレイしようかなっていうね、気楽な気持ちでプレイしていきたいなと思ってます。
で最近だとね、ようやく年末年始が見えてきたかなっていうところなんですけど、年末年始の話とかするとまたタイ旅行のねアダルトな話にどうしても行っちゃうんで、ちょっとね違う話をした方がいいですよね。今だとなんだろうな、もう本当にそういうことばっかしか考えてないから、いざそれ以外の話って言われてもなかなかパッと気の利いたことが言えないっていうので、ちょっとね情けないですね。まあそういうわけでちょっとね景色を楽しんでもらいつつっていう感じになるかな。でね、このカーンズは結構あのショートカットとかもねいろいろ細かくあるんで、上手い人の動画とかを見るとねすごく勉強になりますね。まあ、ちょっとねそこまで極めるだけの時間がちょっとないかなっていうところはあるんで、僕はこれに関して言うともう完全に自分の好きなようにというかドライブがてら楽しもうっていうね感じにはなっちゃってるんですけど、本当にね上手い人の動画ね見てるとね忙しいですね。常にね何かトリッキーなことをやってる感じですよね、上手い人の動画を見ると。最近だとあと、じゃあせっかくカーズの映画の話をしているんで、映画の話で言うとあれ見ましたかね皆さん、もうスターウォーズ最後のジェダイ、いやーめちゃくちゃ良かったですね。僕ねスターウォーズも好きで、レゴとかはねデススターとかも買いましたね。ちょっとね組み立てる元気がなくて結局組み立てるには至ってないんですけど、あと今年はねその 4DX で奥さんと一緒にスターウォーズ最後の時代を見ようということで楽しみにしてたんですけど、奥さんがインフルエンザでダウンしてしまって結局一人でクリスマスのイブイブに見に行きましたね。キャンセルしようって話をしたんですけど、もうキャンセルがそもそもできないという話だったんで一人で見に行きました。で普通の映画だとねちょっと隣との席の感覚とかも近いと思うんですけど、 4DX だとねそもそも隣とそんなに近くないんで、もう本当にね寂しく見る感じでしたね。まあ、やっぱりねちょっとネタバレしちゃうのもあれなんで、最後のジェダイの細かい話はねあまりしないでおこうかなとは思うんですけど、今後の展開がすごく楽しみな、まさにつなぎの感じでしたね。エピソード9に向けてっていうかなり期待感がものすごかったな。あとはねちょっとフォースがねすごいことになってましたね。やっぱり反応しろ、考えるな、それがコツだ、口も決めた。こんな感じで大胆にラスト一周飛ばしていくぞ。ショートカットもできちゃうっていうのはねこのカーズの面白いところなんですけど、もうやっぱりこの簡単モードだとさすがに後ろ引き離せますね。独走だな、本当にドライブ。でね、今ちょっと汚れてますけどマックイーンがこういうエフェクトも結構ね作り込まれてて面白いんですよね。今クラッシュしちゃいましたけど調子に乗っちゃい、そうすると割とね簡単でも後ろに結構張り付かれるんですよ。今バックミラーちらっと見ましたけど、後ろからの眺めはどう。で、ね、今バック走行したと思うんですけど、バック走行するとハンドルが逆になるんで結構ね操作をミスりやすいところなんですよね。さあこれでフィニッシュかな。でこういうドリフトのところはしっ
っかり決めていきましょう。でここはバックですね。バックで入ってカタリンに入り、そのままカタリンレーンに入っていきましょう。これでターボゲージがマックスまで溜まるかな。溜まったね。そしたら最後はトレアっていうね、絶好調モードで入りましょう。いやー気持ちいいね。これはね、さっきから言ってるように難しいモードだともうこんな余裕ないですね。必死にやって1位取れるか取れないか。さてスモーキー、ベテランから一言お願いします。だからみんなレースが大好きなんだ。直線にはドラマが、カーブには興奮がある次のレースがとっても、まあ、レースゲームはもう昔はねグランツーリスモとかやってたんですけども、最近はカーズしかやってない。まあカーズもやってるっていうほどじゃないんですけど。であとはスターウォーズの話をすると、ディズニーランドのスターツアーズがね、このエピソード8に合わせて少し変わったという話があるらしいんで、それもねちょっとまだ載ってないんですよ。それもねぜひぜひちょっと見たいな、乗ってみたいなっていうところで、奥さんもね一応その体調が戻ったら、今日からね仕事には行ってるんで、もうすぐに、ね、元気になってくれるんじゃないかなと思うんですけど、一応いわゆるディズニーランド年間パスポートは持ってるんで、いつでも行こうと思えば行けるんですよね。なんでぜひぜひそこはねちょっと乗っておきたいですよね。点検しなくちゃ。メーターに習ったんだ。簡単そうに見えるだろう。さあここはじゃあ絶好調にして一気に後ろ突き放しにかかるか。絶好調になるとね、さすがに疾走感ありますね。それ以外の時はね、言うほど疾走感があるような感じではないんですけど、絶好調にするとさすがに疾走感。ドリフトとかもね、結構簡単な操作でこんな感じで気持ちよく回れるんで、景色を見る余裕とかもあるっていうのがやっぱりこの簡単モードのいいところなんだよな。で絶好調にするところは僕はそんなに操作がうまくないんで、結構単調なところまで溜める感じが多いですね。で一気に突き抜ける。珍しいもの見たな。素晴らしい走りですね。ここがねバックで入っていくと結構ね間違えるんですよね。でエネルギー管もしっかりチャージしてドリフトで満タンに溜めたら突き抜けましょう。残り1周いくぞライトニング。しっかりここでドリフトで溜めていきましょう。余裕があるときはねこのバック走行とかカタリンとかを組み合わせてちょっとでもターボゲージを溜めておくと、絶好調にしやすいんですよね。ターボゲージ4つあるやつ全部溜めると絶好調になるんで、もうこれねいわゆる無敵モードに近い感じで、まあライバル車はね弱いんであまり今は関係ないんですけど、特に難しいモードとかになってくるとこの絶好調をいかにいいタイミングでかつ長く組み込んでいけるかっていうのがね結構勝敗を分けますね。
これでアリゾナコーパーキャニオンも制覇。まあさすがに簡単モードなんで余裕ですね。というわけで、まあ、ちょっとねこのカーズシリーズはおいおい難しいとかもやっていくにはせよ、ちょっと皆さんと一緒に景色とかを見ながら僕のくだらない雑談にお付き合いいただきたいなという感じで、まずは1回目カーズ3ルーキーカップをお届けしました。いかがでしたでしょうか。チックヒックスのチックスピックスは以上です。チックヒックスでした、ではまた、次のドライブでお会いしましょう。というわけで今回はここまで。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。